それでは最後に6月20日木曜日15面政経懇話会共同通信松浦氏の記事です。伊勢新聞社政経懇話会6月例会が19日三重県津市大門の宮古シティ津でありました。共同通信社の松浦元明政治部長が参院選と今後の政局と題して講演し、安倍首相は残りの任期の間に安倍政権としてのレガシーを作りたいと強く意識していると述べました。松浦氏は安倍総理がレガシー作りのために憲法改正、北方領土交渉、日朝交渉の3つをどうにか成し遂げたいと考えていると指摘、成果として期待できるものとしてアベノミクスを挙げ、国民が生活レベルで実感できるようになれば成果と言えると語り、経済は難しい、その時の実感がいつに出てくるかわからないと付け足しました。伊勢新聞政経懇話会、毎回著名な講演者をお招きして開催されております。何度か取材に行きましたが、記事もですね毎回拝見しているところです。今回の講演で面白いと思ったのがですね、私はこのタイトルにもあるような人選ですね。こういった政治を扱う講演会の登壇者というのは、例えば政治家ご本人ですとか大学教授、専門家の方というイメージが強くあるんですが、記者の方自身が講演される、これなかなか珍しいことなのではないでしょうか。しかし情報を受け取る我々が見聞きするこの政治というのはメディアが発信する、それを受けているに他ならなくて、だからこそリテラシーを持って自分自身が情報を取捨選択するということの力そのものが求められていると思うんです。おそらく通常の記事からは伺うことのできないこぼれ話もこの政経懇話会であったのではないでしょうか。おそらくですね、それらもすべてリテラシーという発想のもと、聞いた方が取捨選択して自分自身の価値観を持って世の中を見る、そんな方が多く現れてほしいなと感じております。